徳丸駅は日本のシンガーソングライター、タレント、スカンクショットブースターのメンバー。鹿児島県薩摩仙台市出身。佐賀大学文化教育学部卒業。バンドとしての経歴、活動はスカンクショットブースターを参照。2007年にスカンクショットブースターボーカルとしてアミューズからメジャーデビュー。バンドと並行してソロ活動を行っており、 2016年2月、ソロ活動では、初の商業作品となるシングル、居酒屋徳丸を、タワーレコードレーベル、ファイアスターターから、枚数限定でリリース。発売から2ヶ月で完売。2013年からは、FM サガで放送中のおぎし広報番組、アイオギのラジオパーソナリティを担当。おぎしのゆるキャラのテーマソングを制作。また、ウェブ配信番組、おぎバンタネット。 TV オギュットのレポーターを担当。2016年からは、佐賀テレビで、夢タウン佐賀の情報コーナー、夢佐賀、プラス、NHK 佐賀放送局で、ニュースただいま佐賀のエンタメコーナー、佐賀飯と、テレビのレポーターとしても、本格的に活動を開始。2017年2月には、前作からの完全版となる、居酒屋特丸を、タワーレコード、NTT ドコモ、 レコ直の三者合同レーベル X から全国リリース。同年4月からは NBC ラジオサガの朝ワイド番組、ここラジの金曜を担当。現在は、ただいまラジオレギュラー番組以外では2015年にサガテレビの開局45周年イベントでライブステージの司会を担当するなどのイベント司会や九州全県で放送された福岡県。 ホンダカーズのテレビ CM への出演、CM 音楽制作、CM ナレーション、ボイスドラマでの声優など多方面で活動している。ありがとうございます。